ブリジットは 2D 対戦型格闘ゲームギルティギアシリーズに登場する架空の人物。声優は小西博子、加藤幸子。企画当初は女性だったが石渡大輔の意向により男性に変更された経緯があり、後に男の娘の一例として知られるようになった。ブリジットのコスプレ。元はとある村の富豪の息子で双子の兄がいる。しかし村には 男の双子を不吉とする迷信があったため、両親に女の子として育てられる。そのため少女前とした風貌や言動髪についてしまった。金色の髪にエメラルドグリーンの瞳をした銅眼である。小柄で華奢な体つきをしており、格好は一見するとシスターのような帽子に白を基調としたミニスカートのワンピースを着用し、丈が短いスパッツを履いている。さらに腰部には、 大きな手錠らしきものがついている。ゲーム中はよく女性と間違われるが、ジョニー、シャム、ロボカイは男性と見抜いている。このうちジョニーは最初ブリジットを女性だと思っていたが、最終的には見抜いた。一人称は、うち。性格は明るく楽しいことが大好きで、やや天然ボケ。武器はよよ。終戦管理局から本来取り上げられることはないが、 危険度 S クラスのギアディズニーを追っているということで、最低の D クラスながらも危険度が設定されている。元ネタは、ヘビーメタルバンド、北インドのアルバム、スペースバンディッツのオープニング曲、イメージ図にボーカル参加したブリジット・ウィシャートと思われる。カットインイラストのブリジットは、デビュー当時の彼女がモデルとなっているのかそっくりである。また、ブリジットのテーマソング、 シンプルライフはイメージ図に曲調が似ているほか、ステージ名、ベルダントはスペースバンディッツをもじったものだったり、賞金稼ぎの設定も歌詞から来ている。声優、石原明宏、井口や匠ブリジットが大切にしているクマのぬいぐるみ、なぜか喋って動く。性質は渋く、口調もいかめしい。必殺技で召喚された時には自転車を漕いだり、パンチを繰り出す。 パチスロギルティケアバステジでは年季が入ったためか継ぎはぎになっている。名前の由来はクイーンのドラム担当のロジャー・テイラーからありがとうございます。